最初のぐちゃぐちゃの時点でやっぱり対応がすごく上行ってたから、うん、もうちょっとクレベル的にね、もう武器がないなんで、ねね、やっぱりいつもみんなあの体勢になった時点で、ね、確かにもう終わったってみんな思うじゃないですか、はいはい、そこが安心して見えたね。多分なめてたと思うっすよ、僕のこと。なんかそのインタビューでも他の日本人と変わらないみたいな感じでなんか言ってたのをなんか見かけて、あ、やっぱなめてるなってのちょっと思ったから、それは逆に自分がスキルチャンスだなってのは思ってました。